はい、じゃあね、この3部作もいろいろと考えていくところで、過去そして現在ときましたけども、やっぱりね、先のことも考えないといけないですよね。で、先のことを考えるときに、まあお金の問題を第1話で解決して、まあ2つ目でですね、現在地域というものに、場所というものにね、フォーカスしてお話してきたわけなんですけども、3つ目が未来、これは時間なんですよね。結局時間ってのは増やしようがないので、ただ単にお金を稼ぐためだけに自分の時間をね、使い倒しているっていうところを削っていくっていうところが出発点になるのかなと思うんですよ。で、時間ですね、時間をどういうふうに、まあ、自分の資産に変えていくか、もうお金ってもんではなくてね、資産に変えていくかってことなんですけども、時間を使って頭を鍛えるのか、時間を使って多くの人との信頼関係を築くのか、時間を使ってね、また新たな現金ってものを稼ぎに行くのかっていう選択肢が広がるのがこの第3フェーズだと思うんですよ。その中で3億円を稼ぐ、3億円稼ぐって言ったら突拍もない話に聞こえるかもしれませんけども、正確に言うと稼ぐというよりもね、月末になったら自動的に、お金が入ってくる仕組みっていうものを、これ資産って言うんですけども、この資産をね、ひたすら作っていくっていうフェーズが必要なんではないかなと私は思うんですよ。だからなんかね、時間を使ってお金にするとか、時間を使って人とつながるとか、時間を使う以上はもう限界が来ちゃうんで、でもうお金とか人脈を作ってる時間が自分の人生から失われていって、本当に自分の使いたい時間に使えないっていう風なね、考え方なんですよね。そう考えていくと、私は最高の方法が YouTube であって、それ以上の方法はなくって、YouTube 以外の方法はあまりやる価値がないっていう風に今は感じてるんですよね。この夏祭りにこの数日間ね、3、4日ずっと従事してきたわけなんですけども、必ず声をかけられるのが、久保さん YouTube やってるんですねっていうことなんですよ。これね、どの日でもそういう風に言われました。まあちょびっとやってるんですよ。で、その中でなんとか塾って何ですかっていうのをね、ちゃんと聞かれるようになったんですよね。これ日々起きてるんですよ。要するにコミュニケーションが前提とされている一つのイベントの中で、久保哲郎って人間が認識されていて、私との会話をするときに必ず最初にそれをつかみっていうんですかね、向こうの方から言わせればつかみのときにそれが来るんですよ。そうなると何が起きてるかっていうと、私は地域の方一人一人にアプローチしてるつもりはないんだけども、すでにアプローチが済んでいるっていう状態なんですよね。人によっては動画をずっと見てたりするんで、昔の動画とかね、店舗をやってた動画とかね、話してくださったりとか、こちらから会話のきっかけとか糸口を出していないのに、もうすでに、その辺のこちらからのつかみが完了してるっていう状態だったりするんですよね。まあしまいにはね、私の家っていうのはすごく目立つんで、地域でも家にいらっしゃる方っていうかね、通り過ぎる方も結構多くて、どんな家だったみたいな形でね、話し合われたりとかしたりとか、その車庫には珍しい車が止まってるみたいな感じになっていてね、もう完全に、なんだろうね、なんでしょうね、まあ、たまたまね、話が出ただけかもしれませんけどね、私の時間っていうのはかなり広がりを見せてきたなってところなんですよ。で、まとめますとね、噂になるような人生を送っているっていうのが、マイナスに働くことよりもプラスに働くことの方が圧倒的に多いんですよね。ここにね、多くの方は気づいてなくって、なりふり構わずにまずは自分の人生を生きようと思ったら、こう噂になるっていうかね、有名になっていくことっていうのが手っ取り早いと思うんですよ。有名じゃない状態っていうのは何を言っても説得力がないですし、大多数の意見に潰される可能性があるんですよ。で、有名度っていうのはなかなか測れないんですけど、私こういう公式を持っていて、有名度が100あるとするじゃないですか。こんな数値ないですけども、私は心の中で設定してるのは、有名度が100あったら1人の人の発言力が1に相当すると思うんですよ。要するに100人の人が一言ずつ書けるのと、有名度が100っていうのとは拮抗するんですよね。まあ、ですので100人に対して、例えば私一人が釣り合う状態が作れるんではないかなと思うんですよ。まあそういう意味も込めてね、私は心の中でどのぐらいの有名度があるのかなっていうことと、無名な人が何かを言うのっていうのはすごい差があると思うんですよ。まあ主にね、地上波のテレビで出てる人が発言することっていうのはものすごく影響力と信頼度、信用度がありますよね。それはだから、この有名度のね、値がもうなんか数十万とか数百万っていうレベルなんではないかなと思うんですよ。だから庶民っていうのがたくさんの方がね、集まって有名な方に署名運動したりとか、
噂になるぐらいの発言を今度していくとか、世間ではこういうふうに言われてますっていうふうな、よくわかんないね、軍団っていうので対抗するしかないのかなって思ったりするんですよね。この辺の表現ちょっと難しくて申し訳ないんですけども、客観的にじゃなくて、なんだろうな、ものすごくね、可視化できるような形でやってるのが YouTube なんですよ。 YouTube ってのは再生数が見れますんで、再生数が100万回ってことは100万人の声がその動画に詰まってると考えられるんですよ。っていうことは視聴率が 1% の人に匹敵するのがこの再生数100万人なんですよね。でも視聴率が取れる有名人タレントさんっていうのはあくまでも人にお膳立てしてもらって、信用のある、今まで多くの方が積み重ねてきて信用があるテレビ局とかね、スポンサーっていうものの下支えがあって初めてタレントさんっていうものが後付けで影響力のある人っていうふうになるわけなんですよね。だからそれが証拠にね、やっぱね、 YouTube に行けない有名人っていうのと、 YouTube に積極的に行ってそこで自分の立場を確立する有名人っていうのは多分これからものすごく明暗は分かれていくんだろうなと思うんですよ。さあ、いろいろと申し上げましたけども、私たちは発信することによってね、時間とお金と人とのつながりをものすごく効率に使うことができると。ですので、自分の思い通りの人生を歩もうと思ったら、やっぱりね、YouTube を使っていくってことになるんではないかなと思います。まあ以上ですかね。じゃあまたお話ししましょう。